大橋氏は日本のプロレスラー兼レフェリー。リングネームはフランク氏デビュー前はバンドでギターを担当しており、その後スーパーで働いていたが、2005年に大日本プロレスへ入団。もともとプロレスラーを希望して入団したものの、体が小さく選手として入団させることに難色を示した団体側の意向でレフェリーとして入団させた経緯がある。 同年10月15日、足立区立つぎ小学校横グラウンド特設リング、大会、谷口雄一 VS 評馬戦で、レフェリーデビュー。2006年8月28日、札幌定戦ホール大会では、負傷した、リニッカに代わって、初めて蛍光灯デスマッチをさばいた。元プロレスリング、ノアの平柳玄藩は、高校時代の同級生にあたる。入団後も、 本格デビューを目指して特訓し、2007年の BJW 道場でのイベントで、1月には関本大輔と2月には井上勝政と試合を行う。そして5月20日、桂スタジオ大会にて玄太郎とのタッグで念願のプロレスラーデビューを果たす。レスラーとして軽快な動きで活躍し、大会の前半では選手、後半はレフェリーとして出場することもある。 当面は、レフェリーと選手の両方で活動する方針。2011年2月9日、紅白プロレス合戦ファーストリング大会、第2試合、2代目、大橋徹争奪戦コンテストに優勝、見事に2代目、大橋徹を勝ち取り襲名している。2013年には、石川真也、演歌が組んだ、チームヘビーメタルへの参加を熱望し、大橋ヘルイエトクとして、 伝説の悪徳レフェリーこと、安倍志郎を彷彿とさせるレフェリングを、チームの望んでいない中で行って、周囲や団体を困らせたが、その合間には、フォークギターを持って、ミュージシャンの厚を大橋として、リング上などで演奏する一面も見せた。7月28日名古屋大会で、ヤンキー2丁拳銃 VS バラモン兄弟との、BJW 認定タッグ選手権試合をレフェリーを、する。この試合は、 大橋敦紙監修、お掃除デスマッチ俺様が法律だ。であった。大橋は途中タンスに閉じ込められたり60をかけられる、ハプニングにあった。同年11月7日の新規バファーストリングでは、横浜のフランクおじさんとして売店で販売しているフランクフルトを両手に掲げて登場し、そのまま試合を行うパフォーマンスを見せ、2014年1月より正式に、 リングネームをフランク・アツシに改名した。2014年4月27日、空手バラモンと合同ライブカラバキフラバキロックフェスティバルを開催。この時アラバキロックフェストが重なっていた。2015年1月4日、新規場大会でちゃんこも販売していることから1日限定で、リングネームをちゃんこ・アツシに改名。また同月、 フランク厚しデザインの第2本プロレスのラインスタンプが販売される。現在では3つのスタンプが販売されている。3月8日、同乗イベントで、フランク厚しデビュー10周年記念試合で、岡林裕二とタッグを組み星野勘九郎塚本匠組と対戦。5月18日、3月同様、フランク厚しデビュー10周年記念試合を行い、 石川修司とのシングルを行うも敗北。2016年1月26日、第二次にぎわい、シアター横浜的、成人の儀式、スペアザロットスポイルザチャイルド、可愛い子には旅をさせようにて、鈴木秀樹との一気打ちを行う敗北。2月22日、横浜にぎわいザ大会で、鈴木秀樹に6人タッグマッチで、リマッチを挑むも、鈴木のヘッドロックで破れる。 6月29日、自身の新作の T シャツが後楽園、ホール大会より発売。試合中にレフェリーシャツを脱ぎ新作の T シャツをアピールするがブーイングを喰らう。さらには、バラモン兄弟の水攻撃を受けた他ヘラクレス地下に顔を吹かれるなどされた上に破られた。7月3日の博多大会では、色違いの白色のバージョンを披露した。8月16日、第2本プロレス。 上野大会にて、岡林裕二とシングルを行う。試合後に、独身引退を宣言し付き合っている彼女に、リング上でプロポーズを行い成功。結婚を発表した。2017年より、来日にぎわいシアターとして行われていた、横浜にぎわい座大会のプロデュースを自身が行うようになる。また同年の、ストロング J クラス創設からは、選手として、 どのカテゴリーにも属さすスタッフ扱いとなっている。2020年8月11日、9月いっぱいで休業することを発表。9月24日、岡林裕二とのシングルマッチを最後に休業。ありがとうございます。